こんにちは、仰天なです。イエーイ。こんにちは。今日はね、稽古が昼過ぎ、まあもうちょっとなんですけど、したら家出るんですけど、夜もそれなりに遅くなるので、多分帰ってたら10時23時だ。どれぐらいか全然わからないんで全然わからないんで、とりあえず今日は稽古が遅いのでうん、稽古行く前に配信して行こうかなと思っております。そう、なんでまあちょびっとだけぐらいね、やろうかなと思っております。いえ、今日も遅いっすね、本当に。帰りは何時ですか？知らん。今言ったばっかやけど、知らん。知らんから、でも、確実に、まあ22時ぐらいかなと思って、遅くなるなと思って。じゃあ、今日は、行くのが、集合が遅いから先やろうかなと思って先やっております。そうそう、鼻がむずむずしやすいな。あ、BLT とビッグワンガールズ届いたようだって。お、イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。寄り道すぐまっすぐ帰ってね。だって寄り道なんて逆にしないやろ。逆に寄り道するん。私基本的すぐに家に帰りたいタイプの人なんでね、寄り道っていうものはしないっすね。寄り道するぐらいだとさっさと家に帰りたい。そう、なんか寄り道するんだったらぶっちゃけもうさっさと家に帰ってもうさっさと寝たいってタイプの人ですね。今日は何するの？人の話聞いてたかな。今日はお稽古ですけど
姉ちゃん水着めっちゃ似合うなって、あやと、ま、水着も似合うけど服も似合うからね、服の仕事待ってます今日なんか白飛びしてるね。うん、服が黒いからじゃない。あとそこ外が明るいからじゃない多分。いつも配信してんの外が黒い、暗いから。そうで、でも黒い服着てるときは基本ね白飛びしてるんですけどね。うん、そう今日はね服も黒いっていうかグレーなんだけど、ね、グレー、カーキグレーっぽい色なんだけど、なんか白飛びしてますね。何なんだろう、わからない。別に光もいつも通りなんですけど、外が明るいからかなって感じですかね。グラビア前は食事制限してますかって、うん、あんましないあんましないな。グラビア撮る日は基本撮影が終わるまでは食べないけど、でもあんまりなんかめっちゃご飯食べないみたいなことはないかな。まあ、今回のあのなんだっけ、あの BLT さんは話が来て1週間ぐらいしかなかったんですよ、撮影まで。いつもだともうちょっとあるんですけど1週間ぐらいしかなかったので、なんか特にご飯食べないっていうことは、私基本ご飯を食べないっていうことをするとそれが終わった途端あのリバウンドがすごくて逆に過食がすごくなってしまうので、あんまりそういうことはしなくて少し気をつけるぐらいかな。まあ、私普段食べてる量が尋常じゃないぐらい多いので、まあ、それを、まあ、通常の人ぐらいに戻すぐらいかな。うん、で撮影編の前日は、まあ、なるべく消化のいいものを食べて夜は、で、まあ、次の日は撮影が終わるまで基本的にあんまり食べない。私食べるとすごいお腹が出てしまうので、そう食べるとね結構胃がポコーって出てしまうタイプの、お腹なので、なるべく食べないように。前までのグラビア撮影までは全然撮影でこうメイクしてもらってる時になんかパンとか食べてくださいねって持ってきてくださるから食べてたんですけど、食べてたんですよ。でも食べてたんですけど2つ前ぐらいのグラビアから撮影終わるまでは食べないでおこうと思って気をつけるようにしました。それまではもう撮影が始まる前メイクしていただいてる時に持ってきてくださるから食べてたんですけど、食べない方がいいなと思って食べない方がいいなと思って今は2つ前ぐらいのグラビアから食べない、ちょっと我慢するように。終わったら爆食いします。撮影が終わってで、まあ、撮影が終わりましたみたいな感じなんじゃない、そしたらもう食べるよね、めっちゃ食べるよ、むしゃむしゃむしゃ。なんならそこにある差し入れとか全部持って帰る、なんかあの持って帰ってくださいねみたいな感じでめっちゃ言われるわけ。そうあのなんか例えば、まあ、ご飯を用意してくださるとことかあるんですよ、その雑誌の人によってはお弁当とかそういうのは持って帰るし、なんかお菓子とか用意してくださってたてくださる現場とかだとなんかぜひこれ持って帰ってくださいとかって言ってくださる現場はあの持って帰ってあの私のおやつにしてますそう私のおやつにしてます。はい、結構食べますね
なので結構そのグラビアの撮影してる時は1食分は絶対浮きます。そうですね、1食分は浮きますね、食費が。とっても美味しいです。節約してることはないですけどね。普通に私が一番多分食べ物にとてもお金を使うので、うん、お菓子とかパンとかは大好きなので、それは結構買いました。あのこの間あのツイッター載せたセブンのさ、もちもちのチーズのあのパンあったじゃないですか、3つ入りのやつ。そう、私が奮発して買ったんですけど、あれはめっちゃ美味しかった。なんかで新しく出てた時にはこれあれじゃないみたいな、前までちっちゃいやつで売ってたやつが大きい3つ入りになって出たんだって思ってて、でも食べたいなと思ったんですけど200円ぐらいするくて高ーと思って、菓子パンに200円はかけられんわと思って買わなかったんですけど、この前あの稽古帰りに、まあ今日ぐらいはいいだろうと思って、そうちょっと奮発して買ってしまいました。200円もしたんだよ。高かった。でもとっても美味しかった。なんかすごいもちもちしてるだけあって、多分普通のあんまあちょっと待って、爪が普通のね、普通のね多分ねあんまり食べないっていうか、小食、割と小食の子はもしかしたらあの3つ入りの1個で多分十分ねお腹いっぱいになると思います。結構それぐらい食べ応えがとってもあったので、そう多分あんま小食の人はね結構1個でね割と満足してしまうぐらいもちもちしてて美味しかったので、多分噛まないといけないので満腹中枢的な問題なのかな、ちょっと分かんないんですけど、そうそう気が出てきた。そう、そんな感じなので結構美味しかったです、うん、まあ、またいつか奮発する日が来たら奮発して買おうかなと思っております。まあ、ちょっとまだ奮発デーじゃないんで奮発しません。パンはだいたい100円前後じゃないと買わないんで、高いから。あとさ、なんかさ、うち見たんだけどさ、奮発の意味知って使ってんのみたいな、めっちゃコメントあったけどね、知ってるから奮発の意味ぐらい。そう。出るからね、さすがに。え、なんだと思って使ってたと思ってたのうち。なんだと思って使ってたんですかと思ってたんですか。え、逆に奮発以外に、え、なんか奮発の意味をなんか理解してなくて間違って使ってるんじゃないかみたいな、めっちゃなんかまとまってんの見たんだよね。そうだけどね、え、分かってるから奮発の意味。え、奮発ってさ、あれでしょ、普段ちょっとなんか手を出せないものをなんかこうちょっと頑張って挑戦してみるみたいなことじゃん。その奮発して、じゃあ今日は給料入ったから奮発して焼肉に行こうっていう奮発でしょ。でそれで使ったんだけど合ってますよね。なんかさ、めっちゃ間違ってるみたいなさ、こいつまた意味わからずに使ってんじゃねってさ、なんかあのなんちゅうのまとまってんの見たんだよね。
ちゃんとね、分かってね、使ってるから。ちゃんと意味もね、分かってね、使ってるから、本当に。うちさ、え、奮発って言わないのって思ったんだけどさ。奮発でしたよ、ちゃんと。本当に。ちゃんと分かってますからね。金銭感覚の違いだろうね。え、それな。それないいやんねん。私は菓子パン200円は高いなって思ったから、普段だと絶対買わないけど、その日は特別に買ったよっていう意味で奮発したっていうものを使っただけです。私の奮発はスタバを飲むことですよ。だって、あー、スタバ美味しいよな。私も大好き、スタバ。私もよくスタバ飲みます。ね、スタバ大好き。私もね、スタバ新作出ると毎回マジで飲みたい、飲みたい、楽しみ。ちょっと今回はバナナ、私あんまり得意じゃないので、ちょっと買わないんですけど。でも前回のやつもゲットしたし、その前回のやつもゲットしたし、スタバ大好きです。美味しいですよね、スタバね。最近ね、久しぶりにタピオカ飲みたいなってずっと思ってんだよね。そう、最近ね、久しぶりにはタピオカ飲みたいって思ってるんだけど、まあなんかその自分が通ってる近くにタピオカ屋なんてないんで買わないんですけど。あったら飲みたいよなっていう。そう、なんか久しぶりに飲んでみたいなって思う時ってあるじゃないですか。なんかそれだったってだけの話なんですけど。今流行ってるのも何なんだろう。知らん。何が流行ってるんですかね、今逆に。そんな流行ってるもんなさそう。と思うのは私だけですか。何ですかね、流行ってるもの。一時バナナジュースとかレモンなんちゃらとか流行ったと思うんですけど、それ以降あんま聞かないですね。あんまり。何が流行ったんだろう。わかんないな。やりは特にあれですね。普通に。普通に食べたかったら食べるみたいな。あんま流行りとかすっごい気にしてるわけじゃないから、どうなんですかね。ハマればハマるけど、
まれなければまあでも大体そんなもんですよねハマらないものを買ったりはしないからな。最近プリンは食べてないな。食べてないな。最近プリンは食べてないな。食べないで、最近食べたいですね。なんかあんまり最近そんな、結構行ってるからかな。なんかハマってた時期って結構割と暇だったんだよな、あの時期。だから家にいるとめっちゃ食べちゃうから、それでプリン食べたんですよね。美味しかったし。そうそう、今でも全然好きですけど、もともとプリン大好きで、なんかその時はプリンのピークが結構最高潮に来てて、まあ、今でも全然好きで食べるんですけど、昔のその一時期に比べたら全然食べてないかも。毎日 1,2 個食べたんだよ、その時プリン。私結構ハマるとそればっかりになるタイプの人間なので、ハマると毎日それ食べちゃうし、そうっていう、結構そういうタイプの人間なので、なんかハマった時はめっちゃプリンもすごい、でもだからそのハマるちょっと前まではそこまでそんな頻繁に食べてなかったんですけど、久しぶりに食べたら超美味しくて、その時はもう毎日何個もプリンを食べて、でもねプリン食べすぎてね、ちょっと太ったからな本当に。ちょっとやばいよなって。まあ今菓子パンにハマってるからね、それもどうなのって感じですけど。私基本健康食にはハマらないタイプの人間なんでね、なんか健康食ってあんまり得意じゃないんですよね。うん、なんかね健康にいいものって私本当に苦手なんだよな。健康にいい食べ物ってあるじゃないですか、例えば何、もずくとかさ、納豆とかさ、とろろとかさ、豆腐、キムチとか、よくさダイエット食で出てくるじゃないですか、豆腐、キムチ、納豆かけて食べてくださいみたいな。すごいどれもあんま得意じゃない健康食基本的嫌いなんで、ちょっとあんまり食べれない。あんまり良くないものは大好きです。太るよとか、マリっていうものの方が大好きなので、強いて言うなれば、なんか健康にいいでいいってよく聞くのも、食べれるのはキノコ類とブロッコリーとか、なんか結構ダイエットとかにいいって言うじゃないですか、キノコ類とブロッコリーって。それ大好き、めっちゃ。うん、それがすごい大好きです。キノコは大好き、めちゃくちゃめちゃくちゃよく食べます。キノコ美味しいよね、キノコってねキノコ、何でも結構好きですよ。椎茸とか大好き。椎茸も大好きだし、えのきとか、レンゲとか、舞茸とか大好き。そう。なんかおっきい
大きいキノコあるじゃないですか、椎茸かな、めっちゃでかい椎茸、なんかステーキみたいな椎茸みたいな、あれ食べてみたいんだよね一回。そう、あれもね一回食べても絶対美味しいもん、絶対美味しい、あれマジで食べてみたいでも絶対美味しいですね。じゃあそのわけでそろそろ終了にしたいと思います。私も稽古に行かないといけない。13位ヒデ32さん、12位ジェリーさん、11位食べ過ぎ飲み過ぎさん、10位ヤングさん、9位キリアさん、8位ナッティさん、7位ヒカリン 100X さん、6位オカヤンさん、5位シンドさん、4位マボルさん、3位近いシーさん、2位アノネさん、そして今日の第1位はハルタロウさんです。イエーイ。はい、TK で今日見ていただき本当にありがとうございました。というわけでですね、今日はお昼の配信だったんですけども、この後はお稽古頑張っていきたいと思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、明日は何日、明日のショールームでお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。